皆さんこんにちは、ワンダレグリフジです。今回は夢幻のごとく続きをプレイしていきたいと思います。信長が本能寺の変を生き抜いていたらという仮想の RPG スーパーファミコンのゲームになります。前回は賤ヶ岳の合戦で柴田勝家の与力佐久間盛政を撃破しました。いよいよ北の庄に乗り込んでいきます。では早速城下へと入っていきましょう。お、なんか戦闘の BGM になってますね。北の庄の城下。勝家の負けじゃ、お十家もやがて秀吉につくだろう。ああ、慶次郎か。お主も歌舞伎者のようじゃ。ならば歌舞伎者のよしみで教えてやる。勝家とお市の方は三層の隠し部屋に潜んでおるらしいぞ。なるほど、北の庄城の三層の櫓、後で確認しに行きましょう。賤ヶ岳で清正らの活躍は目覚ましいものがありました。加藤清正ですね。後世清正らは賤ヶ岳の七本槍と呼ばれるようになった。そうですね、まあ、ただこのゲーム上ではですね、まだまだレベルが上がっていなくて使い物にあまりならなそうでしたね。では探索しつつ城へと乗り込んでいきましょう。私は前に城勤めをしていたものでございます。お市様をお助けください。そうか、勝家のもとには信長の妹お市が嫁いでますもんね。お市様もちょっと探しましょう。うん、なんか上に忍びらしきものがいる。気になります。先に話しかけに行きましょう。戦闘になったりしたらやだな。あ、消えた。半蔵の配下、家康めが探りを入れてるに違いない。半蔵というのは服部半蔵ですかね。では城の奥深くへと侵入していきます。殿、秀吉様と官兵衛様がお待ちです。すでに城は落としたんだな。秀吉と官兵衛が待っているのでちょっと話しかけに行きましょう。その前に探索だけしておきます。北の庄に入っていたと思うんですけども、どうやらその前にですね、安土城跡で明智秀光のイベントがあるようなので先にそちらを見に来ました。安土城跡でですね、秀光系のイベントがあるようなので先にこなしちゃいます。あとですね、信長乱丸含めてレベルを少し上げてます。ボスが結構強いので、まあ、そのボス戦に備えてレベルを上げたという状態ですね。本能寺の変の折、光秀の義理の子、秀光によって火を放たれ灰となった安土城の跡だった。信長には感慨深いものがあった。お殿、明智一族の霊が眠っているところですぞ。では、この中入っていきましょう。清正たちが誤って安土城へ続く道を掘っていたんですね。では侵入していきます。なんか誰かいるな。あれが秀光だな。秀光の亡霊だと思うので退治しに行きましょう。うん、誰かいる。話しかけてみましょう。御霊めか。三重殿ではないか。おお、信長殿、これは失礼した。いや、間違えるかな。すまん、詫びにこの剣をもらってくれ。修行中に手に入れたものじゃ。土を水で破る。水を操る。なるほど。持ち物がいっぱいのようです。何かを捨てなきゃいけないな。そうすると、薬草とかを捨てるか、一回道具整理した方がいいですね。しょうがない。記録眼を捨てよう。誰かを外す。今外していいの、乱丸を一回外して、いいよ、入れましょう。まあ、強いのか弱いのかちょっとよくわからないですけどね。こうやって見ると強そうではないな。体力も68しかないからな。
まあ、どっかでまた乱丸に変えましょうか。乱丸のが強そうだからな。うん、ここにいるのが秀光と見た。ちょっとヒットポイント減ってるんですが、どうだろう。薬草全部捨ててきたのでしょうがない。術で回復させて挑みましょう。死ぬのは絶対避けたいので、はい、これで挑みます。信長よ、我が一族の恨みを受けよ、ということですね。ボス戦だ。秀光の指令が現れた。全力で行く。まずは同志で、眉崎と二人とも、蝶がですね、ガウチ。二人とも、召喚してしまうと回復薬がいなくなってしまうので、普通に攻撃を当てる人と、同志を召喚する人で分けましょう。あ、回復呪詛。いや、でもこれは呪い系っぽいな。今後は見つかってみましょうか。秀光の指令を捉えた。何が起きたんだろう。こちら乱れ突きを行います。槍の乱れ突きです。結構強いですね、これは。いや、ここは、同志を召喚しちゃおう。一気に攻める。信長は危なくなったら身構える。まあ、防御ですね。これでしのぎます。信長はひたすら乱れ突きを。で、指令を捉える。これで敵を、動きを封じて、一気に行きましょうか。倒しました。指令を撃破。625、結構研究値持ってますね。これで鎮魂が完了。レベルが一気に3上がった。相当レベル低かったな。我が一族の長に我が身を捧げ。宝箱がありますので回収して、このダンジョン抜けます。では北の庄に戻ってきましたので、改めて、北の庄の城の中に入っていきます。秀吉と官兵衛のいる部屋に入ってきました。大殿、ようやくここまで攻略いたしましたが、まだ勝家の命わしが取ってきている。大殿、お市様、勝家はともかくお市様の命はお助けせねば。私も同様に大殿には勝家と共に死んでもらわなければならぬ。何、官兵衛は信長を暗殺する計画だな。よい、ついてまいれ。猿のお市への気持ち、戻されたわ。人が多すぎます。誰か外してください。眉崎は外して。そうですね。眉崎外しましょう。あ、な、官兵衛も連れていかなきゃいけないの？じゃあ、乱丸外そう。パーティー見ます。秀吉。内刀か。大鎧。ちょっと強そうですね、これね。官兵衛は。官兵衛は大したことなさそうだな。ついでにレベルも見ちゃいましょうか。秀吉が15、官兵衛も15ですね。では、行きまーす。お、いましたね。お、大殿、兄上。勝家、あの世から迎えに来たぞ。
兄上、よくぞご無事で。ですが、何故秀吉と、えい、女は控えておれ。大殿ではございませんが、大殿、その顔を見ることができれば、体中の水はすべて涙じゃ。勝家、覚悟いたせ。お医者様の前で大殿は始末できぬ。この上は勝家だけども。わっはっはっは、勝家、死んで我が元へ参れ。ああ、ボス戦かな。ボス戦だ。勝家だな。さて、そしたらまずはどうしよう、召喚しちゃいましょう。で、回復役がいなくなるので、信長の体力管理は、しっかり確実にやります。お、信長は傷を受けていない。勝ちが見えたな。乱れ突き使っていきます。官兵衛は、乱れ突き。秀吉は何も覚えてないんで、まあ、ここは極め投げかな。では、このコンボで戦っていきます。勘兵衛が死んだ。ちょっと攻撃力もそこそこあるし、こちらの回復アイテムがほとんどないというのもあって、思ったより苦戦してますね。秀吉が1で残ってくれた。もう一撃加えたいけど、どこだろう秀吉。なあ、攻撃に徹するしかない。28。あ、回復使ったな。98回復。なるほど。ってことは、そろそろ敵も、勝家も、減ってるね。撃破しました。官兵衛だけ死亡。1466の経験を太り損なったな。まあまあ強かったですね。官兵衛には信長に手を下す機会はなかった。北の将はついに落ちた。安土城に匹敵すると言われた壮大な城も灰となって消えたのである。燃えている。大佐城、魔との遭遇。家康は苛立っていた。秀吉めがついに大殿の後継者を名乗り寄ったわ。このまま戦国は終わるのか。半蔵は、これに。大殿がこの家康の元にいなければ、秀吉の天下取りは止められる。大殿の行方を調べるのじゃ。は、家康の命令を受け、半蔵は信長の行方を調べに向かった。信長は日本の統一を秀吉に任せるつもりでいた。自ら世界へ行く手はずを整えねばならない。猿、お前は日本の表の顔となれ。大殿、ではどうあっても、わしは死人ゆえ裏舞台で舞おうぞ。母、大殿、天下統一はこの猿めにお任せくださり。清正らも早速次の戦の支度にかからせております。それでよい、猿、わしは野に下るぞ。殿、信長の後継者を名乗る殿にとって信長はもはや邪魔者。勘弁。大殿のこと、我が穴繰りの忍びにお任せを。世界へ打って出るには静ヶ岳のような戦はできん。海戦を抑えるには茎の巨船を乗せる大砲が必要じゃ。それには堺の早急の力がいる。日本の統一に血眼になっている猿は後にできぬわ。一方で信長の心には光秀、すなわち天海とカブラルとの結びつきが引っかかっていた。あいつら本能寺でわしを殺そうとし、今またわしの命を狙っている。今度は何を企んでおるのか。そういえば本能寺はどうなったか。久しぶりに狂犬物でもするか。早急に会うのはそれからでもよかろう。ということで第3章に突入しました。
では、キレがいいのでここまでにさせていただいて、次回はまず今日に入るところからになると思います。